はい、では皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ムチゲームズのムチです。今回なんですけども、次の更新2月16日3時の更新でね、登場する更新予想したいと思います。というわけで、今現在はねベスト9タイトルホルダー第3弾登場していて、今んとこね、まあ、3週連続でベスト9タイトルホルダーで、今週はね、まあ、ちょっと第3弾がね結構そこまでね、まあ、激渋というか、まあ、渋めということでね、ゲーム的に、まあ、ちょっとね慣れてる方も多いと思うんですけども、次の更新のね、まあ、予想したいと思います。まあ、早速なんですけど、次の更新はね、まずは通常追加、残り2枠あると思うんですけど、そちらがね、まあ、通常追加されるのかなとは思います。それにね伴って選択契約書もね登場するんじゃないかなと思います。選択契約書はね、毎年2月の中盤から3月の中盤どちらかに登場しているんで、今年もね、まあ、2月の中盤あたりに登場するんじゃないかなとは思います。あとはね、最強決定戦ももう始まりますし、そっちのね強化に向けてねガチャ引く方も多いと思うんで、まあ、多分ですけどこの時期にね出してくるかなとは思います。そしてね、こちらのガチャシステムに関してなんですけども、50連でね選択契約書が獲得できるということで、10連目はね S ランク確定、そして30連目に自チーム S 確定で、50連目に選択契約書ということで、まあ、結構ねお得なガチャかなとは思います。1250エナジーですかね、まあ、で引けるんで、まあ、引くならねちゃんと50連目まで引ける方のみに引くのがおすすめかなと思います。ここでね10連だけとか20連だけとかで引くのはめちゃくちゃもったいないと思うんで、その辺はね、まあ、しっかりね貯めてから引くようにしましょう。続いてね、輩出する選手なんですけど、通常のねシリーズ2の選手で、今現在輩出されてる選手のみですね。例えば以前の更新で出た、あとあのバウバー選手かな、バウバー選手とか、まあ、西川龍馬選手とか、まあ、その辺の選手たちは登場しないということで、ということでね、まあ、メジャーリーグ行く選手とか、残りの移籍する選手とかもしかしたら出るかもしれないですね。山本忍選手とか、まあ、あとは誰だろう、松井裕樹選手とか、まあ、あと上沢選手とか、まあ、あと今永選手とか、まあ、その辺のね、まあ、結構プロスペース内でも強い選手とかはね全然出る可能性、まあ、あのゲットできる可能性は高いんで、ここでね獲得するのはめちゃくちゃおすすめかなとは思います。そしてね、30連目の自チーム確定でね、おすすめなチームとしてはソフトバンクが一番おすすめかなと思います。まあ、もちろんね純粋勢の方はそのチームをねやるのが一番いいんですけど、まあ、どこ引くかね迷ってるよって方は、まあ、ソフトバンクが一番おすすめかなとは思いますね。まあ、狙いの選手結構多くて、近藤選手もね本当にレフトなかったらめっちゃ強いですし、まあ、ギータもねいますし、まあ、栗原選手もねキャッチャーできて合格打法を持ってるんで普通に強いですし、あとオスナ選手もリアタイで全然強いし、モイネロ選手なんてね大会でめちゃくちゃ強くて、まあ、石川選手もね縦カット追加されたんでめっちゃ強くなりましたし、本当にね、まあ、狙いの選手がめちゃくちゃいると思うんで、ソフトバンクがね引くならおすすめかなとは思います。続いてね、まあ、おすすめ選手を紹介したいと思います。ちょっとね今現在僕 Wi-Fi がね新居に引っ越してなくて、あとギガのねスマホのギガの容量もなくなっちゃったんで、めちゃくちゃねスマホ iPad が重いんですけども、まず一人目はね大山選手ですね。大山選手はね来季から降格打法がね剥奪される可能性が高いんで、大山選手はね本当に取っとくのがおすすめかなと思います。ベスト9タイトルホルダーでも登場してるんでね、まあ、そっちでね引いた方も多いと思うんですけども、まだ持ってない方もね多いと思うんで、特に純正勢はね必須級かなとは思います。高倉選手ですね。高倉選手もね以前の動画でも言ってるんですけど、こちらもね骨格打法が剥奪される可能性が高いんで、そう考えたらね、まあ、本当にキャッチャー最強格から全然落ちちゃうと思うんで、今のうちにね持ってない方は取りに行くのは本当におすすめかなと思います。個人的にはね、まあ、一番のおすすめかな、やっぱキャッチャーはね替えが少ないんで、そう考えたら本当にねマジでおすすめかなと思います。あとはねアジアチャンピオンシップの若武者侍ジャパンがね登場する可能性もあるんで、そっちの方でもねもしかしたら獲得できるかもしれませんし、そっちの方だったらねスピリッツも4500で、ミートパワー総力もね1ずつアップされるんで、まあそっちでねゲットできればねいいかなとは思います。続いてベイスターズね。ベイスターズは今永選手ですね。今永選手もね本当にまあメジャー行く選手なんで、来季からはねワールドスターで登場すると思うんですけど、やっぱりワールドスターはやみがちなんで、まあ、それだったらね今確実にね50連で取りに行くのがいいかなと思います。あとねスプリットチェンジとねツーシームの投げ分けは結構強いですし、今シーズンのねシリーズ2から追加されたんで結構貴重かなとは思います。本当はねバウアー選手とかね取れたらめちゃくちゃ良かったですし、僕もねバウアー選手取ろうと思ったんですけども、今ね配置停止中ということで取れないんでね、まあ、その辺は気をつけましょう。
続いてね、岡本選手ですね。岡本選手はね、来季からメイン適正がファーストになると思うんで、まあ、サード適正がね、もしかしたら下がる可能性もあるんで、今のうちにね、取っておいて損はないかなとは思います。本当にサードの中だったら最強格ですし、もうノリさんとかとね、同レベルで強いと思いますし、僕はね、藤村選手よりも岡本選手派なんで、まあ、岡本選手持ってない方は取っておくべきかなとは思います。あとはね、坂本選手もね、多分まだ大丈夫だと思うんですけども、今後ね、ショート適性が下がっていったりね、なくなったりすると思うんで、まあ、昨日ね、僕たまたまスパークのね、特集とか見てましたけど、やっぱ来季、今季はね、もうサードに集中していくっぽいんで、まあ、今のうちにね、取っといて損はないかなとは思います。続いてね、ヤクルトですね。ヤクルト村上選手、まあ、村上選手はね、ちょっと今季ね、調子が悪くてね、まあ、そこまで、まあ、ホームラン30本打ってますけど、やっぱ昨年に比べてね、一昨年かに比べたらちょっとね、能力が下がっちゃうかなと思いますし、裏捨てとかもね、まあ、もっと下がる可能性も全然あるんで、特能とかもなんでね、今のうちに取っとくのは結構おすすめかなと思います。ニートもね、 A から剥奪されそうですしね、まあ、なんで持ってない方はおすすめかなと思います。あと田口選手もね、今球種が強いですし、今後もしかしたらね、また球種変わっちゃう可能性もあるんで、田口選手もおすすめかなとは思います。続いてね、中日ですね。まあ、中日はライデル・マルティネス選手かな。ライデル選手ではね、まあ、普通にツースプレー強いんで、大会とかではね、大会が散る方からしたら結構必須級に強いのかなと思います。徳野もね、パワー下げの超高速球と伸びとタイピンチも持ってますし、普通に強いんでね、持ってない方は結構おすすめかなとは思いますね。続いてね、オリックスですね。オリックス、山本選手、先ほども言いました通り、メジャーリーグに行くんで、今季から。来季からはね、次のシリーズからはね、ワールドスターで登場なんで、やっぱワールドスターで引くならね、まあ、こっちで引いた方がいいのかなと思うんですけども、ワールドスターはね、もしかしたらフォークもね、追加されるかもしんないんで、まあ、そっちの方がおすすめかな。ただね、僕含めて吉野選手持ってない方はね、結構ここがね、もう狙い目かなとは思います。リアタイもね、まあ、弱体化はしてますけど、そこまでめちゃくちゃ弱いわけでもないですし、カットボールとね、まあ、スライダーのね、高速スライダーの投げ分けが強いんで、全然ありかなとは思います。続いてね、ロッテですね。ロッテ、ペルドモ選手はね、今季からかメジャーリーグ行くんで、結構おすすめかなと思います。純正勢は結構必須級かな。ツーシームとシンキングの投げ分けとね、あと球も速いですし、特能もね、まあ、結構強いんで、まあ、結構おすすめかなとは思います。ただ12球団からしたらね、まあ、そこまで必須級ではないかなとは思います。続いてね、ソフトバンクですね。ソフトバンクはさっきも言った通り、本当にね、強い選手が多くて、まあ、結構ね、受注エースで引くならおすすめかなとは思いますね。まあ、ただね、それといってね、今引くべきな選手はそんなにないかな。まあ、松本裕樹選手はね、結構ディアタイでも強いですよね。結構僕はね、大会では打ちにくいかなと思います。球種がやらしくてね、まあ、あとタイピンも持ってますし、これやっぱストレートとね、ナチュラルストレートをね、2個持ってるのがすごく強いかなとは思います。続いてね、楽天ですね。楽天、松井裕樹選手。松井選手もね、今季からメジャーリーグ行くんで、本当にね、ワールドスターで登場すると思うんですけど、今現在の松井選手がね、まあ多分一番強いと思うんで、超タイピン持ちの切れ伸びなんでね、まあ、本当はね、アニバーサリーが一番強いと思うんですけど、こちらの方も十分積んでね、まあ、僕もめっちゃ欲しいんですよね、本当に。やっぱ大会だったらマジで強いんで、大会とかね、ランク戦ガチで勝ったは結構必須級かなとは思います。なんでね、ワールドスターじゃなくてこっちでね、50連で確実に取りに行くのはありかなとは思います。続いてね、西武ですね。まあ、西武は正直ね、選択がね、これって言って取りに行っていい選手あんまりないかなとは思いますね。まあ、全然無理する必要はないかなと思います。ただ、源田選手とかはね、やっぱ裏捨ては強いんで、まあ、ディア隊のね、守備要員とかで使うのは結構ありですよね。僕も今 A ランク5枚持ってますし、こっちの S ランクね、ミキサーしちゃったんで、めっちゃ欲しいなと思ってます。最後はね、日ハムですね。日ハム、上沢選手ですね。上沢選手はね、ほんとメジャー行きますし、まあ、メジャーというかマイナーリーグなんですけども、まあ、普通にね、めちゃくちゃ大会、リアタイでは強いんで、おすすめかなと思います。このシリーズからはね、ツーシームも D 適正 D ありますしね、普通にね、ランク戦でも迷えるかなと思います。まあ、あとはね、宮西選手もね、今季に久しぶりにね、通常でも追加されたんですけども、普通に強いんで、宮西選手も未だに。なんでね、まあ、純正からしたら宮西選手とかもありかなとは思います。
というわけでね、話していったんですけども、まあ皆さんね、結構洗濯契約書引くのはね、個人的には結構おすすめかなと思いますね。僕が引くならやっぱ洗濯契約書か、もしくはね、大谷セレクション、あとはもうグランドオープンまで貯めるってのがね、まあ一番おすすめかなと思うんで、エナジー使うならね、このタイミングかなと思います。まあ登場日に関してもね、僕は的には今週のね、最強決定戦の時に登場すると思うんですけど、まあもしかしたらね、まあ3月の可能性もあるんで、その辺はね、まだ読めないかなとは思います。というわけでぜひ皆さんチャンネル登録とあとは TikTok、Twitter、X、そしてプロスペースのねフォローもしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで、そちらのフォローもねよろしくお願いします。あとはねコメントもね、まあ、全部読んでるんでコメントしてくれたら本当にありがたいんでね、コメントの方もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。おちちー。